旅行第40潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の6番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年8月8日、三菱重工業神戸造船所で起航1943年3月6日浸水。1943年9月28日に、竣工し、 二等潜水艦に類別。同日、マイズル陳述席となり、訓練部隊である、第一艦隊第十一潜水船隊に編入された。11月25日、第十一潜水船隊は、第六艦隊所属となる。1944年1月15日、第34潜水隊に編入。20日、両40は、マイズルを出港し、29日に、 トラックに到着。2月12日、マーシャル諸島を経由して、ギルバート諸島東方沖に向かうべくトラックを出港していくのを最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、16日、クエゼリン北西沖で、浮上構想中の潜水艦を、消火機が発見。百四十二その相当のためにやってきた、米ク地区艦フェルプスが千六百メートルの距離で、 先行中の潜水艦を、ソナー探知フェルプスは、爆雷13発を投下した。まもなく、米駆逐艦、マクドノー、米総海艇政治が合流して、爆雷攻撃に参加する。その結果、潜水艦を撃沈した。これが両40の最後の瞬間であり、艦長の木戸康夫以下乗員六69名、全員戦死沈没地点は、 クエゼリン北西45回立地点付近、北緯09度50分統計166度35分、北緯9.833度統計166.583度、9.833166.583。3月28日、ギルバート諸島方面で防湿と認定され、4月30日に除籍された。ありがとうございます。